Welcome back to Digimon Story Cyber Sleuth, and last time, if you remember, where were you? We miss you. I can't tell you exactly what happened, because it goes without saying what just happened, but we just cleared Chapter 11, and we're going into Chapter 12, which is nothing but just story. So, let's just sit back and enjoy, shall we? Chapter 12, Wandering. So the only thing we had to do. ユーゴの兄だ。 ああ、 僕の肉体は エデン症候群になって眠っている。 君と同じだ。 いや、 君とは違うな。 僕は完全な電脳体だからね。 とにかく 妹を侵食から救い出してくれてありがとう。僕もユウコを侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには本当に驚かされる。しかし君がイーターとつながってくれたおかげで こうして会うことができた。そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えてここへ来てくれたんだろ。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。 僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える。君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になるかい？
ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会うために僕が急ごしらえで用意したね。君は僕の呼び声に無意識下で答えて、そのネットワークにアクセスした。君の中に僕のかけらがある。断片化された僕のメモリが、それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ、君が持っていると知った時は。ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は全て断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で、君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。Ghost of the pale boy. 僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアを怖がらせてしまって。君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。質問してやるなよ。Sonata, what's up, man? 一週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。詳しい話は直接会ってから、それでいいだろ。それじゃ、今から中野で会おう。事務所に戻りたいだろうし。じゃあ後でな。 Seems I had everyone worried about me. Let's get back to the agency. おかえりなさい。よかった、本当によかったです。怪我はしていませんか？体に異常は？一体どこで何してたんですか？だからいっぺんに質問してやんなっての。そいつは無理な相談ですぜ、新たな旦那。ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから超超超超心配してたんだから。
誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間は目覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツンデレレベル高すぎだろう。ともかく、あの時はありがとうございました。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れないんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら、君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。オタクのデジバイスでもダメか。京子さん、どこ行っちゃったんだろう。外見ただろう。あれ以来世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご考説垂れてるよ。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。くそ、俺がもっと早く止められていれば。もう新た、それはいい子なしって決めたじゃん。こんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ。そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ。まだ見つからない感じ。はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが。 Of course. 何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。だからそれは。それよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ。聞かせてくれよ。なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。If I told you, you wouldn't believe it. 本当に兄さんに会ったんですか。 I think I told you that, but yeah, I saw him. 兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。その兄さんと会話ができたなんて。エデンのアバターのようなものだったんだよね。私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか。お兄ちゃん、私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも
私はもう一度あの人に会って決着をつけます。キシベリエ、いえロードナイトモンに。あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろ。強力なデジモンやイーターに対抗する手段見つけねえとな。私はデジモンたちが気になるかな。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。クロスワイズ、オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス発動だ。どうやらやりてえこと、いややらなきゃいけねえことが決まったみたいだな。反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。うん、possibly。 あ、刑事さん。 Sup, Matayoshi。 おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか。いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、まもなくお前真田新が指名手配されることになっている。東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。それ待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。姉さんの失踪についても。分かってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考人として取り調べるつもりでいる。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。お枝方の考えそうなこった。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。いいな。嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてて。した方が良くない？それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。あなたさんが罪を問われるなら私たちも同罪のはず。おいおい、上白優子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。カッコつけるのはやめてください。そういえばオタクはユーゴだったな。なら俺が言いたいことはわかるだろう。
最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らがやんなきゃいけねえことがあんだろ。今のは聞かなかったことにしてくれよ、又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど、優子たちが共犯ならあんたもだよな。京子さんから事情聞いちゃってるんだし。ん？何の話だ？すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけど、やっぱあんたの話には乗れねえわ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんて、まっぴらごめんだからさ。勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えねえんだな。まあ、あんたのことは信頼してるけどさ。つうわけで、これから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。上等上等。けどもうオタクらとは一緒にはいられねえな。ハルタ。おい待て、サナタ、勝手な真似するんじゃない。バッカじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。 You just brought out that creepy ass Digimon, didn't you? そうだ。おてくマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。そんじゃあな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。アバよ。待て、サナダ。アラタ、なんで、どうしよう。アラタさんが罪をかぶってくれるおかげで、私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。事件が解決すれば新田さんの冤罪を証明できるはず。それが新田さんの狙いです。 Yeah, 新田 just pulled a loop on. え？あ、そういうこと？それならそう言ってよ。めんどくさい、めんどくさい、カッコつけやがった。確かにあのカッコつけようはもはや病気の域ですね。ですがそのために背負ったリスクは大きい。あなたさんの覚悟無駄にはしません。そうだね、私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私はリエさんの行方を追います。何か分かったら連絡しますので。私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。And what will I do? I wonder where Kyoko has gone off to. Guess I'll be doing whatever I can. And with that, yeah, we're gonna stop right here. Because, like I said, all it was just, story. So, we're gonna write.And like so. And what I'm going to do is I'm actually going to stop here. And in the next part, we go into chapter 13. So stay tuned. More of Digimon Story, Cyber Sleuth, right after this. Thanks so much for watching.